損失が出ましたわどういうう相当の場合どうなるんですかでもその損失が出た時に対してのその人の要はゆの拭き方だよね、うん、損失補填の仕方だよね僕もすっごい固執してた時あったおいくつぐらいの時ですか20代後半の時とかはめちゃくちゃ固執してた、うんうん、もちろん有能な有能で長く働いてる人もいる、うん、でもそれはなぜか なぜずっと一緒にいるの利益をもたらしているからもうこれだけなんだよ。うん、だってね。うん、世界ではね、多くの詐欺。うん、詐欺師っている。はい。 詐欺師ってね、すごいんだよ。巧みに人の心の中に入ってく。はいはい、あと洗脳者。はい、巧みに人の気持ちの中に入ってくる。どんなに扉を狭めていても、うんうん、この扉のすっごい細い隙間から入ってくるから一流の詐欺師なんだよ。うん、みんな。で、しかも僕からすると、自分が 扉を開いてその人を受け入れたと勝手に思い込んでいたり自分がその人を信用してでしかもその信用する理由をつけるんだよねこれこれこういう理由だから僕はこの人を信用するっていうところがよくよく考えてみると向こうから入ってきてるだけなのに自分が信用する理由を並べてる字にすぎないなるほどなるほどなるほど。 ビジネスにおいて明確な信用する理由は一つだけその人が利益をもたらしたかそうでないかここだけなるほどそれ以外ないいい人かどうか関係ない、うん、例えば売られる気もなくこれはいけると思ってたものを例えばじゃあ一緒にやってただまあいろんなことが起こってたまたま利益が出ませんでした、うん、損失が出ましたはどういうその場合どうなるんですか ケツの吹き方だよね損、うん、失補填の仕方だよね、うん、その損失補填ができるまあ要は技術だったりスキルだったりを見せ、うん、見た時に、うん、あこの人間はこういう損失の補填の仕方ができるんだっていう判断の材料になるよう、ね、な結果イれそうなんだかんだちゃんとやってそういうことう要はそこで使えるかどうかっていう判断ができるわけじゃん,うん、うん、でそこで使えないと思ったら切るべき、うんうん それは親友であろうが付き合いが長かろうが関係ないんだよそこってその相手が異性だったとして、はい、可愛いか不細イか太ってるか細いか全く関係ないんだよ、はい、<laughs> そうだよね,、はい、ね可愛いからこの子はずっと失敗したけどそばに置いておきたいそれお前が勝手に言ってるだけだからってこれに近いんだよ <laughs> はい、はい、こういう風に言ったら理解できるでしょういやいやいやって関係ないじゃんビジネスにってうん、うん ことなんんそうお前の好みじゃ周りからしたら「何何言ってんの?」って「もうちょっと冷静になって」って「損失を出してんだよ」「なんで可愛いからね OK なの?」っていうことなんだよだけど今の例だと分かりやすいんだけど自分のことに置き換えて自分の親友だったりすると自分を親友だつまり信じているっていうとこから入ってるから切れないんだよね。 なんかそういういい意味でではちょこちょょこことかかやってるじゃないですか初めの頃結構こう、まあ、特に中心人物が去っていくことですごいメンタル的に「うん、マジか」ってこうずっと一緒にやっていけると思ってたのに、まあ、信用していたのに去るんだやめてくんだん、ね、チームあるあるだね。ですよね。それででそういうのを店舗が増えていくことに、はい、そこまでがっつりパートナーじゃなくてもじゃあお店を任してる店長さんとかでもやっぱだんだんこう情が湧くじゃないですか。 でなんだかんだで辞めることになりましたっていうとやっぱ一回一回こうちょっとショックを受けていたんですよ。<laughs> でその時にこれずっと続けるの辛いな辛いというかメンタル的に僕は自分のモチベーションを自分でちゃんと高い位置でキープしたいのに人が辞める辞めないとかでいちいち左右されるのが鬱陶しいなって思ってた時にちょうどその同い年の友達で僕より全然この上場企業を自分で作って今白南丞郭の。 会社を作った、まあ、同い年の友達がいてその人がちょうど、まあ、飲んだ時に相談したんですよねどうしてるっていうそういう人が辞めるっていう問題ずっとついてもあると思うけどっていうふうに言った時に、まあ、その人はちょうどリサイクルの会社をやってた人だったんでそういう言い方をしたのかもしれないけどいや人が辞めるっていのはいいことだよとじゃないと次の血を入れれないからっていうで重要なのはその辞めてくる人と入りたいって言ってくるとこのバランス本当に 会社の中で大きい利益をもたらせれるようになるような人なんて100人やちょっと1人いればラッキーぐらいだから100人辞めてもらって100人入ってくれるっていうのをひたすら続けてってやっと5人10人うそういう人たちが出てきた時に会社は強くなるみたいなことを言われた時にだから人もまあそういう意味ではリサイクルなんだみたいなことを言われていてああなるほどとじゃあ人が辞めるっていうのは逆にチャンスと捉えた方がいいまあそれでまあ僕の中では一旦あ人が みたいなふうにまあ多少開き直るいまあ完全に個室だよね余平のはいそうですね自分のチームだったのにみたいな個室だよね変に情もあったり愛情があったり勝手に自分の中でドラマ作って勝手に自分の中で熱くなってっていうパターンだよねまああるあるだよね僕に関して言うと僕もすっごい個室してた おいくつぐらいの時ですか ?20 代後半の時とかはめちゃくちゃ固執してただけどその時に思ったのは一番見えなくなってるのは自分だなってって思うようになった本当に結局固執してるのも自分だけかみたいなで 圧倒的に僕はローテーテションさっき言うとリサイクルっていう話をしたけど僕はまあローテーションみたいなもんかなと思っててうん、うん、僕はローテーションが圧倒的に一人少ないなってうん、うん、空気の入れ替えができ,でき,なできてなさすぎるうん、うん、要はよどんでる、うん、同じ人だけで構成していて自分が固めた人じゃないとダメな自分になりすぎてるじゃあ違うんだなって。うん、人は出てて入ってを繰り返すから 新しい空気やアイディアをたくさん入れてくれるのになぜか勝手な理由で自分が固執してこの人じゃなきゃダメだっていうふうにやってるんだなってうん、うん、だからいつでもダメなことをやってしまった人たちは切ろう,うん、うん、っていうルール決めが自分の中に明確にあってうん、うん、でもちろん有能な有能で長く働いてる人もいる。うん、でもそれはなぜか なぜずっと一緒にいるの利益をもたらしてるらこれだけなんだよ大きな理由は性格がいいから付き合いがいいから幼なじみだから全然関係ない利益をもたらしてるから会社にでもっと言うとなぜ切るの損失を出したから損失補填ができなかったからで,でこれ以上置いとくとさらに大きな損失を出す可能性があるから うん、ここなんだよね。じゃ、例えば、逆に。利益はもたらしてるんだけれども。辞めると、言い始めた、例えば。じゃ、独立するでもいいし。うん、っていうものに対してはどう。うん、いつも思うのは、えー。うちのね、会社の人間によく言われるんだよ。うん、なんで。俺の言ってることが分かってもらえないですかね。で、うん、って相談行くんだよ。はい あのなとその程度の言葉で通じるような相手だとしたらすぐに独立して自分で会社やってる <laughs> でそうじゃないからお前の下にいるんだよって,って思ってるだから逆に仕事ができる人間が独立することは当然だと思ってるなるほどじゃあそこに対してこう引き止めるような引き止める引き止めるのもプラスマイナスだと思う、うん 単純にその引き止める理由として例えばネゴシエーションももちろん必要だから、うん、交渉も必要だよねうん、うん、だから年,年収はこれぐらいにすると、うん、だけど向こうからしたらもっと自分はいけるって思うんだったらそれ蹴るだろうしうん、うん、ってことだと思うんだよねなるほどなるほどそっかで優秀な人間はどんどん独立すべきだと思ううちからも同じうちからも離れて独立した人いっぱいいるけど優秀な人間は独立すべき だって独立して自分だってさその人の人生は僕の人生じゃないから、うん、その人の人生はその人の人生のものだから、うん、だから僕が本当にこのこの彼が自分の人生において必要だっていうんだったら、うん、必死になって口説くだろうしね、うんうん、でそれなりの対価を払わなきゃいけないしね、うんうん、でも対価も払わずに自分の人生を背負ってくれってそれ失礼じゃないそうです、ね 俺の死に際を見てくれって、いや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 って話じゃん。お前の勝手でしょって。だからやめないでくれっていうのは、うん、やめる間際になってそれ言ってるわけでしょ。うんうん、でもじゃあ、じゃそれまではどうだったのって話さ。うんうん、やめないような扱いをしてましたか絶対やめたくないような 向き合い方を知ってましたかってことなんだよでも辞めるってなって急にいやいやちょっと待ってくれ辞めないでくれっていうのはそれは相手に対して逆に失礼じゃないって、うん、それはあなたのエゴでしょってだいたい経営者によくあるパターンだよね だってそれまでやめないでほしいと思う。やめるって言った瞬間にやめないでくれって言うけどそれまでの態度をやめ本当にやめないでほしい人なのか本当に続けてほしい人なのかって言ったらそんな態度取ってる人に見えない人いっぱいいるからさ本当にそうだったら向き合い方ってあるじゃん、はい、そうですねうんだけどそう向き合ってなかったんだからそしょうがないよね Here is... go! Go! Thanks, Thanks so, so much, much, for much for coming. coming. Please, Please go home safely. safely. And don't, don't forget, forget to, to always. always walk on, on the wild side.